商店街。商店街とは、商店が集まっている地区や、商店が立ち並んでいる通りのことを言う。また、地域の商店主の集まりを指す場合もある。商店街の明確な定義はない。商店街を主たる対象とする法令としては、商店街振興組合法や、中小小小売商業振興法等があるが、これらの法令においても、特段の定義を置くことなく、 商店街という用語が用いられている。経済産業省経済産業政策局長佐藤警部による商業統計表では、小売店、飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して30店舗以上あるものを一つの商店街であると定義している。ただし、この定義によれば、ショッピングセンターや多数の店舗が入居するビル等も商店街に含まれることになる。 この定義によれば、日本全国には12,568の商店街がある。商店街は、一般には道路の両側に店舗が張り付く形態が多い。このため、商店街は横の百貨店と例えられた時期もある。中には、これらが複合化し実質的に面上の商店群を形成しているものや、脇道に飲食店やファッション関係の商店舗など、 路面店とは別の業種、業態の店舗が張り付き、魅力ある市街地を形成している例も多い。また、イメージアップのために、アーケードや街灯、カラー歩道などで商店街であることが視覚的に認識できるようにしているものも多い。アーケードや街灯、歩道の形や色が途中で変わるのは商店街組合の境界を示す一例である。 変則的な例としては、地下街そのものや、集合商業施設などの店舗が集合した状態の、施設も商店街と位置づけられることがある。この例として、東京駅や重洲口地下の名店街、新宿駅地下のサブナード、東京都港区赤坂のアークヒルズ、港区六本木の六本木ヒルズなどが挙げられる。他には、もともとは通常の商店街であったが、駅前再開発などで、 ビルが建設されるために一時閉店するが、その土地の地権者であることに変わりないため、その再開発ビルに引き続き出店して、ビル内に商店街を形成するケースもある。この例として、埼玉県埼玉市大宮区の大須二十四再開発後にできた、祖母大宮店のビルに出店、千葉県柏市のファミリカ市は、再開発後にできた、丸い柏店、現、柏丸井のビルに、 出店がある。店舗の構成は立地により大きく異なる。近隣型では日用品や未開品を中心に食料品、衣料品、雑貨店、さらには食堂、居酒屋などの飲食店が混じるなど多岐にわたる場合が多い。広域型になるにつれて買い回り品、飲食店などが増えてくる。古い商店街では呉服店の多い商店街がある。 特殊な構成形態としては、両院店の集積した飲み屋街もあるが、これは、通常、商店街とは呼ばれない。商店街の名称に決まりはなく、必ずしも一定ではない。東京の銀座から取った銀座の名称は、都市部に限らず、日本の各地で目にすることができる。その他にも、銀のつく商店街は多い。なお、都市銀座商店街が、銀座レプリカの第一号とされており、 正式に銀座から認定を受けている。類似の呼び名で名店街や、鈴蘭通り、並木通りなどがあるが、これも商店街の一種である。近畿地方から九州にかけて、主に食料品や日用品を扱う、小規模な商店街のことを、市場と呼ぶことも、一般的である。また、京都市やその周辺では、新京極通りから取った、京極という商店街名が、 複数存在する。近年では、モールと呼んでいるところがある。これは1970年代に、ランドスケープアーキテクトのローレンス・ハルプリンが、計画した、ショッピングモールの成功例が紹介され、英語の散歩道や、直線上の商店街、または、ショッピングセンターを意味する英語のモール、モールが定着したからである。その一つとして、 証券や生活圏に着目すると、以下の類型が考えられる。都心型、駅前型、門前市型、観光地型などの類型が考えられる。ただし立地も変化し得るものである。マイカーの普及に伴うモータリゼーションの進行や、バイパスや高速道路などの交通網の発達は、駅前や港の周辺の衰退をもたらし、郊外化を加速した。近年では、 地域再開発あるいは集客力を持つ店舗の登場で立地環境が変化し新たな商店街が形成される場合もある。例えば東京都渋谷区の公園通りは以前は渋谷駅から渋谷区役所へ至る坂道でしかなかったが舗装の改善、道路幅員の拡張など沿道整備と並行して集客率の高いファッションビルパルコなどを建設したことで新名所として 商店街を形成、活況を呈するようになった。類似したものとして明治通り沿いのラフォーレ、原宿周辺などがある。商店街は一般には、商店が連なった外区によって成り立ち、商店街の組織は、いわゆる町内会と同等の任意団体である。ただし、地域振興、商店街内の相互扶助を目的とし商店街、振興組合法の規定を足すことにより、 商店街振興組合として組合組織を形成することができる。有力な商店街の中には、振興組合として専従職員を雇用し、商店街活動の企画、運営、福利構成事業などを積極的に講ているものもある。例としてなどが挙げられる。日本の商店街の起源は、古くは楽市、楽座まで遡ることができる。他には、 江戸時代に街道沿いに発達した宿場町や寺院などが集まる門前町や現近代以前の港、近現代の鉄道駅周辺などがある。なお、寺院の門前町などで商品の中身を見せて展示して販売する商店街は中店、中店通りとも称され、東京戦争時の中店通りが知られる。共通するのは商業地として栄えていたところや、 人馬の往来が多いところなど集客を期待できる地域に店が集まって自然に発生し栄えていったことである。20世紀前半に日本では農民層の減少と都市人口の急増という現象が生じ、都市流入者の多くは雇用層ではなく資本をそれほど必要としない貧相な店舗、屋台、行商の小売業の零細自営業であった。都市化と流動化による 新たな小売業の零細自営業の誕生により、零細自営業を増やさないこと、そして貧困化させないことが課題となり、この課題を克服する中で生まれたのが、商店街という理念であった。現存する多くの日本の商店街は20世紀になって人為的に作られたものである。1932年の商業組合法で、小売省の自治組織の法的基盤が確立され、 1937年に0百貨店法で百貨店の開業や支店等の設置、売り場面積の拡張、出張販売などを許可制とし、1938年に種類販売免許制を導入し、1940年代に小事業の店配業と免許制、距離制限が実施された。人口増加と共に発展していった商店街は、 太平洋戦争によって一度は焼け野原となった地域が多かったものの戦後の復興とともに再び発展していった GHQ が独占禁止法で十分として百貨店法を廃止するも主権回復後の1955年に旧百貨店法に休日規定等を加えた新百貨店法後に大規模小売店舗法を復活する形で成立 1956年に自営業者からなる中、小企業政治連盟、中西連が結成。1957年に中小組合にカルテルを認める等の中小企業団体法が成立。1959年に大企業だけでなく、購買館や生活共同組合の事業に対しても、行政による政権が可能とする、小売商業調整特別措置法が成立。 1962年に商店街のメンバーが結成した組合に法人格を与える商店街振興組合法が成立し政府が必要と認めた場合に補助金が交付されることが明記されたこのような保護規制のもとで商店街は繁栄していったしかし繁栄も長くは続かず一部の商店街を除き地方では低迷するようになった 1960年代以降、モータリゼーションの波により、人々の移動手段が、鉄道やバスから自家用車へ変化していく、駐車場が広くて目新しい商品を多く扱う、大型公外店が進出するようになった。これに比べて、商店街では駐車場が少なく、魅力の乏しい球体依然とする店舗が多いところでは、客足が遠のいていくうになる。 商店街を取り巻く環境は厳しくなっており、構成する店舗の廃業や撤退が相次いでいる。その結果、郊外の住宅地や地方などの商店街の中にはシャッターを下ろした店舗が立ち並び、シャッター通りと呼ばれるようなゴーストタウンに近いものも見られるようになった。また、風俗店が進出する例もある。さらに2008年にリーマンショックが起きると、日本のほとんど産業、 業種にその影響は及び多くの産業、業種で売り上げは減少した。商店街も例外ではなくさらに苦境に立たされることになり2009年の1年間で日本全国で400の商店街が消滅したというデータもある。以下に商店街の低迷の要因を列挙するが栄えている商店街もある。また商店街は一致環境や 商業者の構成などがそれぞれ異なっていることから、以下の要因が全ての商店街に当てはまるものはない。所得の向上とともに、モータリゼーションが進展し、消費者の購買行動の変化をもたらした。徒歩、自転車へ、自転車、自動車へと交通手段が変化していくにつれて、行動権は拡大し、商業者はより広い範囲での競争にさらされることになった。 自転車の時代までは商店街の時代と言えたが、車の時代からは構造的に車対応となっていない商店街、駐車場がない店舗は不利になった。日常の買い物ではスーパーマーケットやそれを核とした大型のショッピングセンターが支持されるようになった。駐車場が不足している上、横長の構造で買った商品を下げて歩き回る必要があり、 それぞれの店舗で生産する必要のある商店街は不利だった。商店街には駐車場が少なく、マイカー利用者にとってゆっくりと買い物を楽しめない上、一定額以上の買い物をしないと駐車券をもらえず、時間制限もあるシステムが取られていることが多い。一方、郊外型店舗の駐車場は、店舗にもよるが当該店舗で、買い物、飲食しなくとも、 営業時間内に限り原則無料というシステムが取られており、利用時の利便性に大きな差がある。かつては商店街の弱点が駐車場の不足とされていたが、商店街自体の衰退と入れ替えに店舗跡地や住宅跡地へ100円パーキングが進出したことで、駐車場の量的な不足が補われる場合もある。所得の向上につれて消費財が普及していったが、 そうしたものが行き渡ると、衣服や身の回り品などの買い回り品は、より多くの商品を見比べた上で、自分の好みに合ったものを買い求めたいという図が生まれ、品ぞろえの豊富な大型店舗が消費者の支持を集めた。また、食料品や日用品などの最寄り品における生活の洋風化や家庭という単位自体が社会的な構造の変化を受けたことにより、家庭や 個人の調理の手間が簡略化されるにつれて、加工食品や調理済み食品などが開発されて普及していった。従来からの伝統的な品揃えの近隣の既存商店よりも品揃え豊富でまとめ買いができる量販店が好まれるようになった。その反面、五福店などかつては商店街の重要な構成要素だった業種は縮小を迫られていった。こうした消費者の意識、 生活スタイルの変化は、既存商店街における顔の見える関係に基づいた、既存商店の接客の煩わしさや、商品の選択肢の不足に対する不満を生み、客足が遠のいていった。現在では量販店同士が競争にさらされ、蒸気事項を含めた様々な要因による商店街の弱体化と引き換えに、地域の中核となり変わっていた、量販店自体が衰退。 撤退する場合もあり、商店街地域全体の低迷を加速させる要因となっている。モータリーイゼンションの進展に伴い、車での来訪を前提とした飲食店を含む米国流の業態が日本に多数紹介され、日本流にアレンジされて受け入れられていった。また、各地に数多く生まれた新業態の中から全国展開を狙う大手資本が生まれ、 チェーン展開していき、バーゲーニングパワーをてこに廉価販売を競った。そうした、業態店舗の店づくりや、品揃え、ディスプレイは、商店街の店舗に比べて消費者には、当時魅力あるものに移った。また、大手量販店は、資本力で勝るため商品の目玉価格の設定ができ、広告宣伝をはじめとした、販売促進も巧みで店舗展開のスピードも速く、 既存の商店街にとって大きな脅威となった。特にガング店や紳士服店、ベビー医療、カメラ DPE 店、家電店などは、郊外店や大型駅前店のビジネスモデルが確立し、すでに在来の商店街では成り立ちにくい業種となりつつある。一部の都市圏においては、交通事情の発達及び店舗形態モデルを成立させる用地の確保が不安定であるため、主に、 これらの要因は、郊外や地方における、商店街衰退の一因となっている。郊外の社会資本整備と宅地化が進み新しい、住宅を求め旧市街から人口が流出、ドーナツ化減少し、それを追うように、ロードサイド店舗も増加、多様化していった。そして車社会の郊外に住む消費者は、労働人口が多く自家用車で気軽に行ける。 ロードサイド店舗に吸収されてしまい、旧市街では過疎化と老齢化が進んで、商店街も衰える結果となった。地方で多く見られる商店街の衰退と買い物難民の発生する要因となっている。商業は高配地の人口と経済力に支えられているが、1960年代から農産漁村から都市への人口流出がほぼ一貫して続き、 農産漁村を証券としている商店街にとってはダメージとなった。蒸気はいわば商店街にとって外部要因であるが時代の変化に乗り遅れた商店街の内部要因も指摘される。蒸気にある小売業をめぐる急激な変化に対応しきれていないことや商売に対する危機意識の低下も見られる。商店主は商店という会社の代表であるため商店街は 進行組合組織にはなっていても、構成自体は商店主の寄り集まりに過ぎず、組織力の弱さも上げられる。こうした商店街として意思決定を統一して実行することの難しさの他に。これらのことから活性化の一つの要素である新規参入が少なく、抜本的な立地改善を意図した面的開発が難しいといった問題点を抱えている。 また、商店街活動の中心になるべきかつての大棚の中には不動産や金融資産の蓄積を許しているケースもあり、これが商業を制業とする必要性を乏しくさせているため、商店街活動の活性化を難しくしている。こうした状況に危機感を抱き、商店街も行政も様々な対策を講じてきた。商店主の創意工夫と努力により魅力ある。 商店街づくりに取り組み、賑わいと活気を取り戻した例も少なくない。である。2の出店調整については、大規模小売店舗法の時代に大いに活用され、地方独自のルールすら編み出された。ただ、出店を希望する側にとっては、自由競争の建前からは、事業機会を不当に阻害しているとの指摘もある。近年では、 3のまちづくりの方向に沿った施策が中心になっており、前述の地域再開発や商店会加入促進を促す条例の制定。例、世田谷区の区産業振興基本条例。法制面では、中心市街地活性化法が注目される。2006年6月新法成立、同年8月22日施行、同法も合わせいわゆるまちづくり三法の見直し、 経済産業省中小企業庁では、全国の商店街の活性化を図ることを目的として、賑わいや活気を取り戻した手本となる商店街を参考にして、他の商店街も頑張ってもらいたいとの願いから、模範となる商店街を2006年、平成18年に、頑張る、商店街77戦、2009年、平成21年に、新、頑張る、 商店街77線に選定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。